忍海大生の火蓋が切られた。新連合軍と江戸幕府によみがえった強者たちが激突し、政治や出社の混じる凄惨な争いが展開されている。孤島で周囲のナルトは何も知らされていなかったが、戦争を阻止しキラー B と共に外に飛び出す。キュービのチャクラをコントロールしたキュービ着モードでキラー B と共に戦場に向かうナルト。その前に2人を止めるためライカゲヘッドツアイが現れる。お前らを止めに来た。これ以上避けはいかん。もしどうしても行くというならこの場で始末をしてでも止める。いろんな思いを託されてんだ。この勝負絶対勝つ。何を言っている。お前たちを守る戦いだ。お前らが捕まれば。この
ならなぜ行こうとする。大馬鹿かお前だ。そのせいでみんなやられるのはならねえ。みんなが戦争に勝て生き残ったってそんなの意味ない。それは今だ。お前たち中力は己であって己ない存在だ。国のパワーバランスであり里の力であり国の里って特別な存在だ。お前ら個人の手にはいかん。こっちがお前にしろ大馬鹿どもが。俺の個人としてどうしても知ってねえもんも行け。このキューブを手に入れるとき父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。キュービの封印を開くと母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。ほんの一瞬だったけどその時に二人が俺にくれた。すっげえいっぱいのもんがやりきれたんだって俺を信じさせてくれる。だから失敗はしねえ。キラビは A から、ナルトは両親から大切なものを受け取っている。それらがあるから絶対に負けない。ナルトたちは A に思いをぶつける。行くぞ。A はナルトを試すため本気の拳をナルトに向かって放つが、ナルトは見事な動きでこれをかわす。それは黄色い閃光と呼ばれた父ミナトを彷彿とさせる身のこなしであった。A はナルトたちを認めると戦争への参加を許すのだった。ナルトとキラービーは雷影の説得に成功し、戦場に向けて再出発した。だがその前に、思いがけない者たちが現れる。フィン陸道でナルトを苦しめたナガロ、そしてサスケの兄たち。二人はカブトの江戸転生によりよみがえらされていた。しかしイタチは以前ナルトに施した最強剣術こと天つかみにより江戸天生から解放された。一方ナガトはカブトに操られビーナーの力でナルトたちを襲う。ナルトとキラー B はイタチの助けを得てナガトに立ち向かうのだった。こんな戦いさせやがって。今の俺を放棄危険だ。早く俺を倒せ。分かってってば。遅いな。はあ
冷静に俺の動きを見極めろ。お前ならできるはずだ。手をかけ去ってすまないな。封印される直前、意識を取り戻したナガトはナルトの物語を見守ると伝え、最高傑作の内容を激を飛ばすのだった。この戦争、俺の手すぐに終わらせてやる。俺の手か。どんなに強くなろうとも、すべてを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。他になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がお前になるんだ。仲間を忘れるな。その頃、マーラと千景は霊体の神たちを相手に戦いを有利に進めていた。だが、エド天使によってよみがえされた新たな勝利が、伝説と呼ばれた男、ウリハマダラだ。エゾコの忍びの高的な力に、忍び連合の忍びたちとなすすべなく蹂躙されていく。カツオはたった。やつの相手を、の敵忍者で。いや、そうはいかない。俺は忍びを。俺も もちろん。本来ならお前らの会は断るところだが、今回は相手特別に認めやる。稼げなるほど、明日でやる。
トン刑事団の術まだらにぬがしかけ王族たちが追い詰められていく。しかしそこにさてと雷影がエッとしてかけ、ついに現代の五影全員が一つ戦場に集結するのだ。わしらに任せ、必ず出に行ける。あっちまだらお前に任せる。それがこれらの希望を進める一歩だ。あたし戦場でお前を守る。お前はここで戦い、あたちを守れ。お前にこれからこの言葉を。かつてバカった忍びの里が今、念事として一つになったとして、ならば、憎しみを生み出す忍びのような真実も変わったかもしれない。鬼の影が一番に飛びとの戦いを崩すと、マダラを立ち向かう。人間の力で元人流に対抗した人々が進軍を開始している。五影に送り出された仲間を平和に人々を接触し臨戦に対する。その面を引っ張り出してやる。この面を剥がす。ほうれんされるぞ。お前ら、お前ら、俺たちが止める。払って、どういうことだよ、やろう。払って、やろう。やろう。本物のカラが出て誰でもいたくないんだ。さあ、計画をなすれば、そう。この人に自立する価値は、お前たち人種に、人種に立ったらね。
行くぜ、ビー。人たちは狙うが、人中のうち三人が通過して猛攻で開始する。悪いだ、追われていく中で、ナダコンビと呼ばれる美術と意思疎通を行う。ヨミとの会話で、ナダコンビの本当の名がクラマであると知り、仲良くなりたいと強く願う。美術たちと友達になりたい。なるほど、ここからの思いだった。いつか、お前の後ろをどうかしてやりたいと思ってる。それは、刀だったクラマの心を溶かし、ナルトに助力することを決意させる。今はもう、化け狐じゃない。おめえはこの花学園のコンビニの。クラマだ。戦いの中でナルトはトビに操られる美獣、そして人中に対面する。美獣と人中力は自分たちの名前をナルトに明かし、人の美獣の未来をナルトに託す。けどたナルトは人中力者が美獣を引き合わせることに成功するのだった。ナルトの成長日が少しずつ、しかし後日に君の思惑を上
回り始めていく。トビは自分の計画を狂い始めていると感じるのだった。私がトビと激闘を繰り広げていた頃、サスケは A の万華鏡シャロンを獲得し、戦場に向かう。その途中で、江戸転生で呼ばれたイタチを解放する。イタチは、戦場を混乱させる江戸転生を止めるため、実写でカプトのアジトへ進む途中だった。サスケは死んだはずのアジに燃えた毛をぶつけるが、イタチは奥を語らない。ガスも今日の二人でカブトに形と鳩はオロチマルを超えるそれを目指し、オロチマルの最低を他に取り込んでいった。その影響によるカブトの変貌に驚きながらも、私と共に変の体制に入るのだ。だってあんた、いつも俺に、こんな、とても嘘をつき、あげるし。だから今度こそ、約束は守った。さあ、この者の国に、仙人に達した、この僕の力に、完璧な力を得るのに、どこまで抵抗できるのか見せてもらう。この程度か、オロチマルを取り戻すしただけの結果だ。これをもっと取れば、たった大切なくらいの日だ。こっち、させることだ。オリスだよ。オロチマルの力を手に入れてろだしな。どうせ悪いだしね。けど、早く完璧な僕にこの傷。気になんだよ。したくるだな。どうする？俺に任せて。やつを術に発表。術に？何を？言うように話している暇ないよ。全部を消せ！
感知能力が今までの日じゃなくて、ね、はい、さて、ポー、迫撃だ。対策を施し、優に動ける。あの状態よくな。お前のことのターンは分かった。俺が操る。操された道場さ、何をしてよって。奴らの右手、究極の道場です。残念ながら君の思い通りにことは運ばないよ。なぜなら、こうなった気がいるのなら、それは実に怖いな。工学のためにぜひとも教えてくれないか。この術の弱点とリスク、さあ、この俺の存在だ。さあ、さすがだ。さあ、さあ、こっちだよ。待てろ。さあ、完璧な僕には通用しないんだよ。ウチハの本当の力を知らないお前は、今何を語っても無意味だ。こちらも仕掛けている。だがもう少し時間がかかる。さあ、さあ、燃え尽きろ。
燃え尽きそうだ。カトン、豪華さっさと呼べ。あれれ、どうしたの？この程度じゃないでしょう。ウチハの力は押されているぞ。大丈夫なのか？焦ってはない。ここから巻き返す。さっさと兄を追い込んだ木の葉の闇を君は許せないはずだ。君の気持ちはよくわかる。僕も同じ。僕は君の理解者なんだよ。助け、耳を貸すな。奴は俺以上に嘘が上手い。それに、里がどんな闇や矛盾を抱えていようと、俺は木の葉の内輩たちだ。オロチマルさん、さあ、行こう。こっちだ。こっちだ。アトン、豪華球術。さあ、さあ、かなるものを。消えてもらう。やさかのまま。さっさと呼べ。ことは運ばない。でも死も操り、神にでもなったきり完璧だと思っているこの術には弱点がある。へえ、それは実に興味ある。そんな気持ちにぜひとも言ってくれないか。この術の弱点とリスクはこの俺の存在だ。さっさと呼べ。オロチマルさん、君たちがいくら張り切ろうと完璧な僕には通用しないんだよ。時間がかかる。さあ、君は江戸転生を。思い通りにことは運ばない。なぜなら、八坂の勾玉。あっ、生も死も移り、神にでもなった気でいるのだ。それを大きく謝る。完璧だと思っているこの術にも弱点がある。へえ、それは実に興味ある。
魔術の弱点とリスク。オロチマルス、やさかの仲間。あ、この俺の存在だ。完璧な僕には通用し、無意味だ。サスケ君、兄を追い込んだコアの闇を君は許せないはずだ。君の気持ちはよくわかるよ。僕も同じだ。僕は君の理解者なんだ。サスケ、耳を貸すな。里がどんな闇や矛盾を抱えていようと、さっさと呼べ。オロチマル様、さあ行く。勝敗はほぼ決した。お前の負けだ。まだだ。僕にはオロチマル様の力がある。
ちらも言ったはずだ。何もかも手のひらで踊ってると。君の霊が助け、俺から離れるな。まるでデジャブだね。もう見飽きたよ。サスケ、俺から離れるな。何なんだこれは。お前は俺の道術にはまった。そんなバカな、僕は完璧なはずだ。そんな僕が。わからないのか、お前は決して完璧ではない。うちハイタチ！運命を決める術。元を分かった道もこれで。己自身を認めてやることができない奴は失敗する。今の兜のように。そして俺のようにな。確かに兜のやっていることは間違っている。だがこいつだけを責めるのも間違いだ。カブトには俺と違い、死ぬ前に気づいてほしい。つくよみ。カブトを拘束したイタチは江戸天聖の術を解く印を発動させる。自ら消え去ろうとしているイタチに対し、サスケは兄を苦しめたこのあわくれの里を許せないと伝える。私の願いはわかるが、それでも一人が守った里を必ず潰すと。お前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。
何？